even get to run. Good morning and what is up sa inyo mga gamers, it's your boy Zero and I hope all of you are doing great today. And welcome back once again to another chapter of Sekiro Shadow Die Twice. And now that we have successfully defeated the owl, we will now report back to Lord Kuro and give him the ingredients that we have gathered on the previous chapters. I mean, I think we only gathered one, right? Yeah, I think it's probably the stone that was on the Mabel Village, aka Ashina Depths, where the corrupted monk was guarding the entrance through the shrine. And now that we have defeated once, and like I said, we have defeated the owls, he also dropped a branch of the sakura, a sakura branch, and it is one of the ingredients that we are looking for. So in other words, he was the one that took branch of the sakura, in which why this sakura tree have died and withered away. So now that we have gathered everything that we need, I think we will now be able to get to the dragon's realm. So what are we waiting for? Let us find out if we are now ready to go and fight a freaking dragon. Are you all excited? Because I am. So sit tight, grab your popcorns and beverages, and let's go ahead and start this picture. お主か。 それがお主の心配顔か。じじいはここにいろと絵馬がうるさい。故にこうしておるだけじゃ。時にセキロ、お主と九郎の節立ちの戦、 椿輪のようじゃな。節立ちの戦を阻むもの切ったか。切りました。そうか、迷わずよう切った。セキロ、忘れるでないぞ。迷えば破れる。それが 狼、ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、 黒が持っていたのか。はい、これでまた一つ
源の甲に近づきました。ああそうだな、狼よ。巫女様、甲の材料を手に入れました。おお、それが源の甲の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。狼よ、ようやく叶うな。これできっと源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。御意。巫女様。狼、不思議よ。案ずるな、深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが。かぐわしく腰入れ立て祭る、香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん、そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちはマジか。頼むぞ、狼よ。御意。狼よ、戦況に向かい竜の涙を取ってきてくれ。はい。まずはそなたが香りの石を手にしたという岩戸の奥に行くのだ。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。御意。あやつは強いな。私もかくありたい。あやつは、
狼殿、九郎様を殺さぬ道、その手がかりをつかみました。これを。人帰り。はい、ここには書かれています。流飲を断ち人に返す道があると。そのためには常桜の花がいるようです。以前お伝えした通り、常桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜です。ですが何者かが枝を倒り花を持ち去り、常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われてしまったのです。木そのものがない。当然に常桜の花もないか。はい、ですが持ち去られた枝には花がついていた。それが見つかれば、あるいは常桜の枝とはこれか。父が持っていたのだ。フクロウ殿が。ですが花はもうないようですね。どうした。いえ、常桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？常桜の後にあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います。何か思い出せるかもしれません。人帰りには常桜の花と伏し切りが必要です。私はタケル様と巴常桜があった頃の時に、この人帰り、不思議りはいかに使うのだ。確かに、それも定かではありませんね。探ってみましょう。狼殿。そのような道しか。おい、狼殿、いらしていたのですね。何か思い出せたか。いいえ、あいにく何も。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならば、その頃の何か覚えているかもしれません。あれ寺で症状と会ってきます。症状。物資殿の古い名です。あの頃、私と源一郎殿はよくここを訪れていた。常桜の下でタケル様が笛を吹かれ、巴殿が回れる。それを見るのがたまらなく好きだった。うん、私の古い友ならあれ寺で。
牛立ちをなすために苦労様とあの方そのいずれかが死なねばならぬ。なぜそのような道しかないのか。だからそいつを隠すのだ。だって少女これを渡せばきっとあの人死んでしまう。狼殿、いらしたのですね。武士殿からは何か聞けたか。いいえ、これといって人帰りについて何か別の手がかりを探さねばなりません。いずれかが死なねばならぬ。それはどういうことだ。聞いていたのですか。教えてくれ。私は見たのです。あの日床桜の木の下で巴殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など。巴殿はこう言っていました。流飲の血を受けた節はその主を縛ると。人帰りのためには流飲の血を受けた者が死なねばならぬか。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、不思議りがなかったためでしょう。私は九郎様を、そしてあなたも失いたくはない。どの道も行き止まりなのです。何を隠している。それも聞いてしまったのですね。教えてくれ。なすべきことをなす。巫女様と同じようにそうしたいのだ。これを。これは鈴か。きっとフクロウ殿の亡骸からこぼれ落ちたものでしょう。九郎殿とあなたは縁が深い。それを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かは分かりません。ですがそれは九郎殿が持っていたもの。どうかお気をつけて。狼殿。まことの狼ならば、So that is it. 己の牙の使い道はこれでいいか。We'll be ending this chapter right here. And I know you all are probably thinking why I am going to end it right here, right now. And you all be like, why would you end the video here? Nothing happened. There's no post fight. You just talk with the with the Dema and the Lord Kura, blah blah blah. Something like that. But you see, I want to make it for the next chapter to be clean as possible as I can. So on the next chapter, I'm pretty sure that when we return to Hirata Estate, there will be a boss fight or a battle or some kind of event, amazing event that we should not miss, and have a different chapter to put it in.
I don't know if you get it, but I hope you do. So, but on this chapter, we were able to at least progress with our story, then that is good enough for me. Yes, and I also found this black mortal blade at the chest, on a chest at Ishin's house, or whatever do you call that place. So maybe there is a black mortal blade that we will soon find, and I hope we can use it for dual wielding. Ain't that gonna be cool? I'm gonna be Sekiro the black and red sub. Oh, that is so cringy. My god, so bad at joking. And Emma here also found a way for Lord Kuru not to die after we have severed. I mean, she found a way or a method for Lord Kuru to survive, and that method was to have the flower of the Ever Blossom. But you see, the Ever Blossom died out because of Owl, and he took a branch from the tree. So I think now that we have his bell, I think we're going to travel back at the Hirata estate when the tree was still healthy and alive, and prevent him getting the branch, or making sure that the tree survives. Now that I'm sure that it is the traitor, I guess we'll be fighting him again. Only difference is that we'll be fighting him at the Hirata estate. Wow. I know what you all are thinking, that I will be using the whirlwind slash tactics again on him. But I made a promise. I'm gonna make sure to beat him in an amazing way, as possible as I can, and not just defeat him with this whirlwind slash skill. So I will give you guys a pretty good fight with the owl again. And forgot to mention that we have now collected and successfully completed our quest on our ticket to the Dragon's Realm. But I thought it was a drink or something, so it turns out it was an incense that we need an aroma to put on our scent so that we can travel to the Fountainhead Palace and find the dragon. I guess that is where we will find the dragon. So the corrupted monk that we met at the Mibu village, the shrine he was guarding was the entrance to the Fountainhead Palace, and to get there we need this aroma. We are surely now getting close to the end game. I also found out that one of us has to die. I guess, well, we are a shinobi. We must
fulfill our master's wish, even if it causes our life. I will still do my best, do what I can to fulfill. And I don't know if you gamers understand what I am saying right now. But if you watch the entire video, I think you could understand it all by yourself. So you wouldn't need to listen to whatever I have to say at every chapter. So you can just go ahead and get and skip on to the next chapter already, instead of listening to whatever I have to say. But if you don't mind, you could also listen to what I'm going to say. So I hope you don't mind, because I'm a little bit practicing my English English. So yeah, that's all. Do not go anywhere, because we are going to have a fight with the owl once again. So go ahead and click on the next chapter and make sure to leave a like before you go, and comment and subscribe. So I will see you there. Stay safe. Love you all. This is Beer Gamer. Over and out.